昨年からハイパーキンからね、出るぞ出るぞと宣伝していたものがついに発売されました。購入はアメリカアマゾンです。価格は$24.99、送料が$11で、計$36、約日本円で4000円で購入いたしました。でオレンジ色のものが、アダプター、そして青色のものが新型の光線銃となってます。銃本体には感度設定のスイッチがあります。これは3段階で設定できるようになっています。サイズなんですが、オリジナルの銃と比べてハイパーキンの方が数センチ短くなっています。重さはそれほど変わりません。ただ銃を引いた時の引き金の音が純正はちょっとうるさいんですが、ハイパーキンの方がね、若干静かになってます。この光線銃に対応しているソフトは今のところこのダックハンドのみとなってます。ゲームのロムカートリッジは後からプログラムを追加することができません。そのためにこのオレンジ色のアダプターを使うことにより、新型の光線銃のプログラムを追加することが可能となっています。このアダプター自体は後からプログラムが追加できないので、今のところダックハンド専用のアダプターということになります。それではちょっとね、ゲームを起動してみました。じゃあダックハンドを選択してみます。画面上部に変化があるのが分かりますか。最上段に掩体設定の項目が追加されています。そして画面下部にこのソフトを開発したメーカーですかね、の会社名が入っています。アダプターなしの場合はどうだったかというと、ありの場合となしの場合とちょっと比べてみました。やはりアダプターありの方は上部と下部に文字が追加されています。本体の光線銃設定はミディアム設定で、ソフトの設定は掩体設定標準の5でちょっとやってみたいと思います。先ほどのゲーム画面でも引き金を引いた時に画面が一瞬真っ暗になったことが何度もあるんですけども、実はそれはこの光線銃の仕組みが関係しています。引き金を引くと画面が真っ暗になり、取り除いた部分だけが白く塗りつぶされます。で、光線銃のセンサーが白色を判断すると、取りに向かって光線銃をしっかり当てていたんだなということで、当たり判定の処理が行われます。ブラウン管を使った光線銃でも全く同じ処理をしていたんですけども、ブラウン管の光線銃はこの処理を一瞬で処理するために、人間の目には画面が真っ暗になったり白色の物体が現れたりすることはありませんでした。
液晶を使った光線銃はこの判定処理に時間がかかるためにどうしても標準設定でも白い物体が見えてしまうことがあります。で、延滞設定というのはこの処理の時間を短くしたり長くしたりすることを言います。
タイトル画面の下に会社名が出てたと思うんですけども、ドットコムですかね、あそこにアクセスすると楽ハント以外のゲームも遊べるようになってるみたいです。ただロムファイルに IPS パッチを当てて、でそしてそのパッチを当てたロムファイルをまたゲームカセットに戻してやらないとダメみたいです。でただそれね、またパッチを当てるツールがね、このウェブサイトにあるので、あとはもうパッチを当ててロムに戻してやれば他のゲームも、今ねダックハント以外に6タイトルかな、合わせて6タイトルか、ゲームができるようになってるみたいです。まあね、ちょっとね、まあ、予算があればロムをまたカセットに戻すこともできるんですけども、ちょっと今回その実験は、やりません。ただその環境がある人はちょっと試してみてはいかがでしょうか。日本のファミコンのダックハントのカセットは使えるのかということでやってみたんですけども、 NES に変換するコンバーターの調子が悪いのか、私の環境では動作しませんでした。ただ海外のネット情報では日本のファミコンのダックハントも動作するよという情報は流れてました。あと互換機の NES なんですが、デトロン1を使ったんですが、このハイパーキンの情報だとレトロン5、値段の高い方の、ね、互換機は、なんか動作しないみたいです。でレトロン3、2、1あたりは問題なく動作するみたいです。まあ、あと NES の本体、 NES の実機ですね、任天堂の、そちらも動作は一応確認しました。あとニューファミコンでやってみたんですけども、やっぱり全く、光線銃反応しませんでした。これはもうNESを買うしかないですね。日本のファミコンで動かないので、もうアメリカで、ね、NESの互換機なんと2200円でね、新品の互換機が買えるので、もう買うしかないですね。でこの光線銃2687円、ね、この編集時で、まあ、送料が1138円かかるので、まあ、トータル6063円払えば手に入るので、ぜひ買ってみてください。以上でした。